皆さんこんにちは、星読みシンガーの小町です。このチャンネルでは占いやスピリチュアルを通して宇宙の流れにスムーズに乗るための知識をシェアしております。今回はですね、幸運の星木星が魚座へ移動ということで、このラッキースター木星の恩恵を受けるにはどうしたらいいかといったことについてお伝えしていきたいと思います。2021年の5月14日から7月28日にかけて、木星が水瓶座というサインを去り、魚座というサインに移動します。木星は太陽系最大の惑星というふうに言われていて、幸運や拡大発展なんかを表している星で、で、その木星が滞在する星座によってその年のトレンドなんかが分かってくるというふうにも言われています。そして木星という星は、射手座と魚座というサインにいる時が一番自分の本来の力を発揮できるというふうに言われています。なのでこの期間は木星のパワーというのがとても強くなっていく時期ですので、楽天的でおおらかで開放的なムードであったり、少しね緩んでいく、そういったエネルギーが社会に満ちていくのではないかなと思われます。木星というのは通常1年で1つのサインを移動していくので、1年ごとにトレンドが変わっていくというふうになっているんですけれども、今回の魚座木星は少しイレギュラーな形になっていて、5月の14日から7月28日に1回魚座に入るんですけれども、またその後一旦水瓶座に戻って、そしてまた12月の29日から魚座に木星が入っていくという期間がちょっと分かれているんですね。ですけれども、この魚座の期間っていうのは、ご自身の出生図に太陽星座、月星座が魚座の方だったり、惑星とかね、感受点がある方々にとって、大きい成長であったりとか、富がもたらされる機会、まあ幸福とかラッキーが降り注ぐ時期というふうに言われてますので、魚座の皆さんは楽しみですね。魚座のキーワードは、感情、感受性、ロマン、想像力、直感力、スピリチュアル、そして芸術、共感力、ヒーリングなどの意味があります。なので、スピリチュアルであったり、アートっていうこと、目に見えない世界のことが、これから社会のトレンドになってくるというふうにも言えると思います。逆にですね、目に見えない世界っていうものが主流になっていく流れもできていきますので、そういったスピリチュアリティであったりアートっていうものを、目に見えない世界を感じることができる感性を持っている方と全くキャッチできない方というところで、すごく木星の恩恵を受け取れる差っていうのがね、出てくるのかなというふうにも思います。なのでこの機会にスピリチュアリティであったりアートであったり、目に見えない部分の感性を磨くということをぜひされてみると、木星魚座期のラッキーな流れに乗っていけるんじゃないかなと思います。ね、魚座っていう星座はアセンションであったりワンネスっていう領域、先日も潜在意識とか5次元の話しましたけれども、全員がね一つの場所でつながって融合しているという領域を表す魚座ですので、みんなとね一緒に仲良く融合したい、感情を分かち合いたいとか、優しい気分っていうもので社会が溢れていくという風な流れにもなってくるのかなと思います。木星の寛大さとかね、緩ませる力っていうのが発揮されて、人々の交流っていうものが活発になってくる時期でもあります。今まで結構制限されていた人と人との触れ合いっていうのが、もうその制限を超えて、もう触れ合わないと無理っていうようにも溢れ出していくようにね、増えてくるっていうことなので、いろんな方々と感情を共有する機会であったり、一緒に泣いたり一緒に笑ったり、そういう時間が増えてくるんじゃないかなと思います。ただですね、土星はまだ水瓶座にいて、このコロナ禍の自粛であったりとか、ソーシャルディスタンスみたいなね、制限っていうのはまだかかってる最中なんですね。ただ、それをもう超えてしまうというか、割と私たちのもう意識がもう無視して、もう無理だと、もう私たちはつながりたいっていう風に、ドンってその無理っていう感じで、押し寄せて、コミュニケーションが活発してってしまうっていうような流れにもなってくるのかなと思いますし、あと魚座っていうのはね、お酒って
とかね、まあドラッグっていうことも表すので、そういうお酒を介したねコミュニケーションっていうのの欲求っていうのもね、どんどん皆さんの中でアップしてくると思うので、ちょっとこれはもう感染の拡大とかっていうのはちょっと広がってってしまう。まあ魚座っていうのは物事の枠を外して広がっていくっていうサインでもあるので、ある種拡大は止められないかもしれないっていうのがちょっと正直な意見です。ただそこに対してワクチンっていうものを供給して、こうみんなでシェアしていくことで、そういったあのコロナっていうものは抑えていくっていう形の方向に考え方がなっていくのかなと思います。で、政府も水亀座とかヤギ座時期のね、ちょっと突き放した皆さん頑張ってくださいみたいな感じではなくて、やっぱり弱者を救っていこうとか、力のない個人とか中小企業とかを助けていこう、そういったね保障を手厚くしていこうとか、そういう方向に向いてくると思います。なのでそういったところもね、助け合いというような空気が作られていく社会になるというようなね予感がホロスコープからはしております。で、この魚座という星座が十二星座のサイクルの一番最後の星座で、浄化であったりね、終わりっていう意味合いも持っています。そしてこの魚座というサインの支配星と言われている海王星、この海王星が今魚座にねずっと滞在しているんですね。これが2012年の2月4日から2026年の1月27日までという期間なんです。なのでこの期間の間にアセンションとかね、スピリチュアルとか目覚めっていうキーワードがすごくねブームになっていったりとか、まあ引き寄せとかもそうですけれども、そういったスピリチュアリティのブームっていうものがこの間に活性化されていくというのはホロスコープから見ても読み取れます。2026年の1月までなんでね、あと5年ぐらいねありますから、5年間の間にこういったスピリチュアルな分野っていうのはまだまだ伸びていくのかなと思います。そして水瓶座のあっさりさっぱりの路線から、魚座の誰かと一体化してロマンティックなムードを感じたいっていう方向になってきますから、何か恋愛モードにこう突っ走りたくなってくる方々も増えてくるのかなと思います。結構水瓶座期間長かったので、さらっともうその辺は恋愛とかはちょっともう置いといて、さらっと自分のことに集中しようみたいな流れだったのが、こう一気に誰かと一緒にいたいみたいになってくるっていう可能性はすごくあるなと思います。ね、ファッションも機能性重視みたいなところから、もっとこう華やかなものであったり、フェミニンで美しくてね、こうアートを感じさせるような女性らしいファッションっていうものが重宝される時期が来るのかなと思います。ということで、この木星魚座期のいい流れに乗るというためには、やっぱりスピリチュアリティであったりアートへの感性、そういったものを磨きながら、思いやりであるとか優しさっていうモードで過ごしていく、ね、このハートチャクラを開いていくなんてよく言いますけれども、そういったところで愛のエネルギーっていうものをどん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 自分の中から出していける、そういったことになると、木星魚座の良い流れと一緒に同調してハッピーを引き寄せることができるというふうに思います。で、また7月28日からね、木星が再び水瓶座に戻ってしまいますので、また2021年の初めのような雰囲気っていうのが戻ってくる可能性もありますので、それまでね、ちょっとほっと一息、心の小休止みたいな形で皆さん楽しんでいただく期間になればいいんじゃないかなと思います。まあ、まだまだ土星は水瓶座にいるので、引き続きね、ソーシャルディスタンスとかね、いろいろ気をつけなければいけない制限というのね続いていきますけれども、ちょっと心を緩めてね、ほっと一息する期間にできればいいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。楽しい木星魚座期をお過ごしください。それではバイバイ。